こんにちは、劇団スカッシュのカリスマ T でーす。 T がですね、ちょっとコンビニの方を回ってきたところ、こちら見てください。楽しいラーメン屋さんというね、餃子とラーメンをお菓子で作れるっていう、作っていきましょうね。いい意味で面白いもの作っていきたいなと思ってます。気になるのがさ、ラーメンソーダ味、餃子ソーダ&コーラ味。怖いよね、みんなも怖い。作っていきましょうか。と出てきたのがこれ、はい、なんか麺の素、スープの素、具の素、餃子を作るやつ、なんかガム、あとラーメン食べるフォーク、多分餃子を作る爪楊枝、型みたいなやつ、型みたいなやつ、これ切んのかな、なんかいろいろ切る、なんか全部切んの、これも切んの、これは切んない。線4つに切っていきます。結構難しいっすね。これでまずラーメンの器が完成しました。いや結構ハードル高いよ、この作るの。まずそのハサミを用意しなきゃいけないってところも、俺からしたらすげえハードル高いからね、その時点で。こちらこれは卵とナルトを作る用のものですね。あとこちらが餃子を作る用のものが切れ取れました。それではまず餃子からナルトと卵の分のこのキャンディーを取り分けます。見えるかな、キャンディーがねこちらありますんで、これを取って、今こうなってます。これを2つに分けて餃子の大きさに作っていきます。こうなってます。はいはい、こちらに今作った餃子型のキャンディーをこう乗せます。こうやって、じゃあ餃子の素はどれだ、具の素って何、あこれだ、具の素、これを入れて、はい、具の素をこう入れました。これを半分に折って今つけていきます。あーちょっと具入れすぎたかもな。あ、1個餃子できました。やべえ、さっきのに具入れすぎた、こっちは具ちょっとです。はい、これで2個餃子できました。餃子完成。ラーメンを作ろう。このトレーの横の線のところまで水を入れます。はい、水入りました。でここにスープの素を入れて溶かしていきます。なんか怖え、あスープだからね、これをこう溶かしていきます。これでもほぼできたかな。と横のある線まで水を入れます。次は麺の素を入れていきます。はい、こんな感じ、ちょっと溶かしていきます。結構分かりやすく、ちょっと気持ち悪いですね。これはもうちょっとあれっぽいですね。これよく溶かしてくださいと。はい、できました。これ端っこにこっちに向かってちょっとちっちゃい穴を開けます。卵とナルト、はい、こういう感じで入れて、はい、これでナルトと卵こんな感じになりました。はい、次この袋にこれ入れていきます。はい、なんとなく入れました。先の方からねラーメンとして出していきます。おお、すげえ。これはちょっと感動ものですね。ほんとすごい、見えるラーメンに、マジの天才だな、これを作った、考えた人。卵とかナルトにもちょっと黄色いの使ってください。ナルトにつけてくださいとは書いてなかったっす。こんぐらいにしといた方がいいかな、一応。これはすごいぞ。どう、わかる？これにちょっと卵とナルトも置くわ。ちょっと卵潰れちゃったけど、こう。いかがですか？あと餃子も置いて、こう。まずね、こちらの餃子の方、食べていきたいと思います。他のミンチっぽいお菓子、ハイチュウみたいなお菓子なんだけど、普通にうまい。じゃあ次、こちらのラーメン、すげえ、見て、本当のラーメン見て、ちょっといただきますね。うん、いやー、こっちはちょっとあれだな、ちょっと気持ち悪いな、こっちはちょっと気持ち悪い、なんとも気持ち悪い、なんだろう、グミみたいなもんかな。めっちゃ美味しくない、炭酸のないコーラだ。はい、いかがだったでしょうか、今日のセカンド。まあこれだけでもなんだから、じゃあちょっと小話しましょうかね。うちの近くでね、すごいでっかいマンションみたいの建ててるのね。とび職の、多分とび職なんだろうね、多分なんか弟子みたいなやつに、おいちょっとこっち来いよーと、ちょっと待ってくださいって言ったら、こっちこっちってんだぶっかさこれカットかな、ここカット、ここカット。ちょうど昨日ね、
映像版ブルー日々ココモがですねクランクアップしまして、それでねこの後あの、まあ、今から編集に入るんですけど、日々ココモとそしてあの舞台版のブルー、ぜひぜひ皆さん舞台も来ていただいて、日々ココモも楽しんでいただいて、この夏をぐいぐい盛り上げていきましょうということで、劇団スカッシュ大塚達也でした。バイバーイ、登録してねー。